最近ねさ、ちょっと二人の関係はどうなんですか。いや、あの本当、うん、え悪いみたいに。いや、すごい仲いいですよ、本当に。僕結構仲いい。はい、なんか結構二人で、あの宣伝とかね、宣伝かなんか取材とかいろいろ受けさせてもらったりとかやってます。はいはい、めっちゃ仲いいですよね。ちょっと連絡先でも交換しようかな。おい、今やるな。今やらなくていいんだよ。一度見たいあのシーン、エビコジのシーン、特に最初に再会した時のお互いに感慨深い表情でハグするところが好きです。おお、あ、まさに柳楽さんのシーンですね。あ、そうですね。はい。僕ちょっと待って、今どこ読むことに集中しちゃってて、どこのこと言ってたか。再会するところですね。ああ、あそこはやっぱり感動しますね。感動しますね。やっぱり不安なの。やっぱりそう、もうまとめてくれるから、ね、大丈夫よ、うん、全然もう全然好きなこと喋って。いや、それがだからちょっとずつ、31歳になったので、うんうん、ちょっとずつ変でした今。どうしたそれは。何今の31歳31歳だったんで3じゃなかったよ。31歳だったんでドラマの修正か。パンみたいな。パン。それはちゃんとスピーチで突っ込んだんですけど、みんな笑ってくれて、逆にサンキューって感じだったんです。これからもうちも3人なので。あの、あ、今いくつやの。その今31。僕じゃないですよね。すみません、わからんのか。おい、あの、子供や。10歳です。あ、10歳な。パン。車の中で大声で叫ぶ。危ないね、これ。多分ですけど柳楽さんでしょこれ。そうですね、僕です。でしょうね。ごめんなさい、どういうことでしょう。まあ、あの、例えばなんか撮影終わって帰るじゃないですか。なんか、うん、今日ちゃんとセリフちょっと噛んじゃったなとか、ちょっとあそこうまくいかなかったなとかなっていう時とかに、うん、はぁ。え、どういうこと。どういうこと。いやいや、ちょっと分かんないです。何が。何が。これ車運転してて、まあなんかそのちょっと、うわ、なんか出し、おう、なんかもっといい演技できたんじゃないかとかっていう時に、はぁって言いますけど。え、それ、窓は閉めて。窓ちょっと開けて。開けんのかい。なんで